ニメスカッと生活。私の名前は沙織。今回は吉郎との話です。こちらがその吉郎です。吉郎はもともと大手企業に勤めていたのですが、うつ病となって退職しました。その後は私の稼ぎで生活をしているのですが、一向に再就職をする素振りが見えません。何かにつけて俺はうつ病なんだと言ってくるので何も言えなくなります。うつ病が治るまでと我慢していましたが、私の我慢を全て壊すような出来事がありました。それでは吉郎とのやりとりをご覧ください。そろそろ仕事探しをしてくれないかな。またその話かよ。俺はうつ病で働けないって言ってるだろ。でももううつ病って診断されてからずいぶん経つよ。貯金を切り崩しながら生活してるんだから、もう少し真剣に考えてくれないかな。お前がそう言うからうつ病が治らないんだろ。うつ病になったことがないお前にはわからないよ。俺がどれだけ毎日不安な生活を過ごしてるのかなんてさ。辛いのはわかるんだけど、私一人で生活を支えるのも限界が来るんだってば。フルタイムで働いてなんて言わないから、バイトとか時短勤務から始めてくれないかな。病気になった夫をいたわろうって気持ちはないのかよ。お前が何度も仕事しろって言うから俺のうつ病の治りも遅くなるんだろうが、妻なら夫をしっかり支えろよな。私が仕事のことを持ち出すたびに、吉郎はうつ病を殿下の宝刀のように持ち出してきます。私自身うつ病になったことはありませんが、辛いというのは重々承知しているつもりです。でも吉郎のことばかり考えているわけにもいきません。生活のためにお金がかかるので、どうしても早い段階で吉郎に立ち直ってもらわないといけないのです。吉郎が早く立ち直れるのであればと、ゲームや漫画などを咎めることはしませんでした。気分転換をしたいから一人で旅行したいということも反対はしませんでした。しかしお金ばかりがなくなっていく一方で、吉郎が働く素振りは見せません。もともと亭主関白だったため、私が生活を支えているのに上から目線は相変わらずです。それが余計に私を苛立たせているのかもしれません。明日から旅行に行ってくる。また？この前も旅行したばかりだよね。気分転換をしたい気持ちはわかるけど、頻繁に旅行されたら貯金だって尽きちゃうんだよ。うるさい。お前の小言でストレスがたまるんだよ。うつ病がひどくなった気がするわ。温泉にでも行かないと落ち着かないかもな。わかったから。帰ったら旅行の準備をしておくから。わかればいいんだよ。やっぱり病人は敬わないとな。ちょっと私も疲れているみたいで、だから厳しい言葉になってしまったの。嫌な思いをさせてごめんね。わかればいいよ。うつ病ってのは自分でならないとわからないもんだからな。他から見れば怠けてるように見えるんだろうけど、そうじゃないんだよ。うん、ごめん。仕事から帰った後、吉郎の旅行の準備を始めました。旅行なんて私は何年も行っていない。たまには私も一緒に行きたいといえば、仕事を休むなの一言ばかり。これじゃあニートやヒモと同じじゃないかと考えることも少なくありません。吉郎は断るごとにうつ病と言いますが、このままでは私もうつ病になってしまいそうです。うつ病ではなくて胃が痛むことが多くなってきたのにと、吉郎のことを考えれば愚痴しか出てきません。そして翌日、吉郎は意気揚々と旅行に出かけていきました。その姿は本当にうつ病なのかと問いただしたくなるほどです。しかし問題が起こったのは、吉郎が出かけたお昼過ぎのことでした。今どこにいるんだ？旅館で待ち合わせって言ってたのにまだ来ないのか？せっかく家を抜け出せたんだから、二人でゆっくりしようぜ。今は仕事だけど。は？旅館で待ち合わせって誰かと一緒なの？いや、観光案内してくれる人だよ。旅館のサービスで周囲の観光案内してくれる人がいてさ。家を抜け出せだって何？お前が仕事のことで責めてきただろ。だから言い方は悪かったけど、お前から解放されたぞって感じで。一人はアピールしてるけど、わざわざメッセージに書くこと？観光案内の人ならわざわざアドレス聞かないよね。一体誰と一緒にいるの？
あんまり責められるとうつ病がひどくなるだろう。いいから答えて。いつもみたいにうつ病がってごまかせると思わないでよ。うるせえな。浮気旅行してたんだよ。悪いかよ。お前は俺の妻だろ。俺のために金を稼いで出し続ければいいんだよ。何それ、あんた本当にうつ病だったわけ？前からおかしいと思ってたんだよね。うつ病の人がそんなにあちこちに出かけるものなのかって。今頃気づいたのかよ。お前はもうババアなんだから金だけ稼げばいいんだよ。それで俺のために差し出せばいいんだよ。俺から捨てられたくないだろ。だったら金を出せよ。つまりうつ病は嘘だったってこと？最初は本当だったけどな。後からは働くのが面倒になってうつ病のふりをしてたんだよ。毎月病院に行ってたじゃん。行くわけねえだろ。病院に行くふりしてパチンコ行ってたんだよ。何それ、今までの苦労は一体何だったのよ。あんたみたいなニート養うために頑張ってたわけじゃない。ごちゃごちゃ言わずにさっさと仕事に戻れよ。離婚して。は？ごめん違った、離婚する。お願いじゃなくて決定事項だから。意味わかんねえよ。お前病人を捨てるつもりかよ。うつ病は嘘だったって認めたでしょ。私は病人を捨てるわけじゃない。ただのぐうたらニート野郎を捨てるだけ。今まで治療だって嘘をついて巻き上げたお金も返してもらうから。夫婦の貯金なんだから返す必要ねえだろ。バカなの、夫婦の貯金なんてとっくにそこを尽きてたわよ。今生活しているお金は私が独身時代に貯めていたお金。これは夫婦の共有財産には入らないでしょ。あんたは愛人にでも面倒見てもらえばいいじゃない。沙織、ごめん。ちょっと調子に乗った。ちょっと？ごめん、かなり調子に乗った。私から捨てられたらどうなるのか、さすがの吉郎も分かったのでしょう。私が離婚をちらつかせたことで、今までの高圧的な態度が鳴りを潜めました。吉郎は亭主関白ではありますが、私が本気で怒った時は高圧的な態度がなくなります。これまで何回も同じような喧嘩をしたのに学習能力がないのでしょうね。今までも人前でバカにされてきたりしましたが、浮気ではなかったので許せていました。しかも浮気相手と比較して私のことをババアだなんて言ったことも許せません。だったらババアに面倒を見てもらってるあんたは何なのよと問い詰めたくなります。言っておくけど、離婚になったら出て行ってね。は？家の名義は私でしょ。もともと私の実家を改装した家なんだから。まさかあの家に愛人と暮らすつもりだったわけ？愛人と暮らすなんて言ってないだろ。そもそも俺は離婚を承諾なんかしないからな。あんたの許可なんていらない。有責者がわがままを言う資格なんてないんだから。大手企業に勤めていた割にバカすぎない？さっきから聞いていれば俺のことをバカにするのもいい加減にしろよ。お前がどれだけ偉いって言うんだ。少なくともケビアを使ってニートになっていたあんたよりは何倍も偉いと思いますが、あんたと話していても疲れるだけだから、これから弁護士に相談しに行ってくるわ。もちろんその前に家の鍵を変えてあんたが入れないようにするから。そんなことしたら近所に聞かれるくらい騒いでやるからな。騒げば？警察に通報するだけだから、いくら夫婦でも離婚協議中の嫌がらせには対応してくれるでしょうし。警察かよ。そもそも外面だけはいいあんたが近所からの好奇の視線に耐えられる？耐えられないよね。外面だけはいいもんね。家の中ではただのわがままニートなのに、ちゃっかりゴミ出しとかしていい旦那さんアピールはしてるもんね。沙織にばかり負担かけてごめん。さすがにストレス溜まってたんだよな。うつ病経験の俺が気づいてやらないといけなかったのに。あんたのそういうところ嫌い。私のことを考えてますってアピールしながら自分の病気を前面に出してくるところとか最低。もう疲れた。浮気旅行がきっかけだけど、きっともう破裂寸前の風船みたいな関係だったんだよ。あんたの荷物はレンタル倉庫にでも入れとくから。沙織、もう少し話し合おう。俺今すぐ帰るから。
浮気とかしないから。そういう問題じゃない。あんたは全て失えばいい。金を稼いでくれる人も貯金も全部失って苦しめばいい。さようなら。あんたなんかを少しでも好きだった期間があったなんて、私の人生最大の汚点だわ。この後慌てて吉郎が帰ってきましたが、すでに鍵をかいていたので家には入れませんでした。何度もメールや電話が来ましたが、私は全て無視をして弁護士に離婚相談をしに行きました。最後まで吉郎はごねていましたが、有責者ということもあって向こうの言い分は聞き入れられず離婚ができました。離婚届を出した後、私は肩の荷が軽くなったような感じがします。今にして思えば、あんな男のために海外宿していた自分が情けないですね。離婚後も何度か吉郎が自宅に来ましたが、その度に弁護士に連絡をして引き取ってもらいました。吉郎の両親からは申し訳なかったと謝ってもらえて、慰謝料として相場以上の金額を渡されました。最初は断ろうと思いましたが、今までに使ったお金のこともあったのでありがたくもらうことにしました。とりあえず私もリフレッシュのために旅行に行くことにします。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はケンジ、 IT 企業に勤める26歳だ。俺には結婚して3年になる妻マキがいる。俺たち夫婦に子供いなくて、マキは専業主婦で日中は基本的に家にいるんだけど、まさかそれがあんな事件を起こしてしまうことになるなんて思ってなかったよ。その時の妻との LINE を見てほしい。ケンジ、今日は仕事何時に終わるの？今日は定時に終わるから家に着くのは6時くらいになるかな。そっか。てか今日なんだけど、体調悪くて家事全然できてないんだけど、マジごめん。え？また？大丈夫？今朝は元気そうだったのに。家のことは俺がするから気にしないで。なんか急に悪くなっちゃってさ、マジごめん。全然いいよ。それより最近体調悪いこと多くない？病院に行った方がいいんじゃない？心配してくれてありがとう。でもすぐ治ると思うから大丈夫だよ。それならいいんだけどさ、あまり続くようなら心配だから病院行きなよ。うん、ありがとう。最近マキはこうやって体調が悪く、家のことをできないことが多くて、最近では俺が仕事から帰って家事などもしている。家にいる時はマキはいつも元気そうなんだけど、それに病院に行った方がいいとも言ってるんだけど、マキは断固として聞かないんだ。なんかこの頃からマキの機嫌がやたらいいっていうか、それと家に誰かがいたんじゃないかって思ってしまうことが多くなった。例えば家にいるはずなのに LINE の返事が来るのが2時間後だったり、俺が帰って寝室を見るとベッドがさっきまで寝てたんじゃないかってくらい乱れていたり。でもそんな証拠はあるはずもなく、俺はマキにもそれらしいことは何も言わず日々を過ごしていた。そんなある日のこと、俺はたまたま仕事が早く終わり、マキをびっくりさせようと思って連絡せずに帰宅することにした。でも家に帰るとなぜかチェーンがかかっていて、しかも玄関には男物の靴が。俺の頭は一瞬で状況を理解した。妻のマキは浮気相手を家に連れ込んでいたのだ。そして俺は静かに家を後にして、家の見える場所に隠れてマキに LINE してみることにした。マキ、何してる？さっき仕事終わってもうすぐ家に着くんだけど、何かいるものあったら買って帰るよ。え？家のことしてたよ。もう終わったの？カレーの材料お願いしてもいいかな？わかったよ。じゃあスーパー寄って帰るよ。そしてそんな LINE をして数分後、俺は家から知らない男が出てくるのを見た。俺は怒りで頭がいっぱいだったけど冷静を保ち、俺はマキにこのことを知らないふりをすることを決め、ある計画を思いついた。それから数日間、マキは何事もないかのように俺に接してきた。ケンジ、今度の日曜日なんだけど友達と映画見てきていいかな？いいけど友達って誰？いつも話してるかなこだよ。そうなんだ。何見るの？俺もちょうど映画見たかったから一緒に行ってもいい？え、それなら違う日に2人で見に行こうよ。それに私たちが見に行く映画、ケンジが好きそうなジャンルじゃないしさ。そっか、分かったよ。行ってきなよ。ありがとう。体調は大丈夫なの？あ、うん、最近調子良くなったみたいだから大丈夫。それなら良かったんだけどさ。数日後、ケンジ、今日は何時に帰る？今日も定時だから家に帰るのは6時くらいだよ。そっか、分かった。気をつけて帰ってね。オッケー。そして俺のある計画を実行する日が来た。
この数日、マキは浮気相手を家に連れ込んでいるとき、必ず俺に何時に仕事が終わるのかと尋ねてくることが分かった。そこで俺はマキのご両親に、マキが連日にわたって浮気相手を家に連れ込んでいる事実を相談した。するとご両親も俺の味方をしてくれた。そして今日も何食わぬ顔で浮気しているマキのもとにご両親に行ってもらうことにしたのだ。マキが一体どんな顔で謝ってくるのやら。だが現実は俺の想像をはるかに超えていた。マキのご両親が浮気相手がいる時に家に行き、俺が浮気していることを知っていたということを知ったマキはすごく驚いていたというが、俺にこんな LINE をしてきたのだ。ちょっとケンジ、どういうこと？私の両親にまで相談してたとかマジありえないんだけど。旦那として恥ずかしくないわけ？はあ？まず謝るところだろ。それどころか逆ギレかよ。俺がどんな気持ちでこの数日間過ごしていたかも知らずによくそんなこと言えるな。お前は俺の家に浮気相手を毎日のように連れ込んで、何事もなかったこのように俺に接してきてさ、体調が悪いから家事ができません？そりゃ浮気相手とイチャイチャしてたら家事なんかできないよな。だからって私の両親にまで言わなくたっていいでしょ。俺は本当のことを相談したまでだよ。マキにはわからないだろうけどね。仕事で疲れて帰って家事までして、その上浮気相手を家に連れ込まれる旦那の気持ちなんて。わかりたくもないね。だいたい知ってたんだったら最初から言えばいいじゃん。私が浮気相手の方に行っちゃったらどうしようとか考えて言えなかったんでしょ、この小心者。おいおい、お前どこまでクズ女なんだよ。俺がその場で言ってもお前みたいな嘘つきは証拠がないでしょとか言って、今みたいに逆ギレしてくるのがオチなんだよ。俺はそこまで考えてマキのご両親に協力してもらうことにしたんだよ。いい大人なんだから自分で言えないわけ？まあ話はそれだけじゃないから、これからの俺たちのこともご両親に相談した。俺は離婚するつもりだから。はあ？ちょっと待って、なんで離婚になるの？当たり前だろ。その家だって俺が稼いだ金で住めてることくらい分かってるよな。次はその浮気相手に養ってもらえばいいだろ。待って、離婚はやめない？私が悪かったからさ。なんでだよ。あ、もしかしてその浮気相手俺より稼いでないとか？そんなんじゃないけど、離婚はしたくないの。私が悪かったから今回は許して。もう浮気相手の人とも別れるから。もう俺の気持ちは変わらないよ。マキのご両親も納得してくれてるし。ちょっと勝手に決めないで。私これからはちゃんとするから。その家にもう住めないってなった途端それかよ。悪いけど俺意見変えるつもりないから、せいぜいその浮気相手と仲良く暮らせよな。そんなことできないから、本当にごめんなさいケンジ。はあ？なんで？もしかして浮気相手にも家族いるとか？そうなの。それに向こうは離婚する気ないから。そんなのそっちの都合だろ。とにかく今すぐ出て行ってくれ。え？今すぐ？ねえねえケンジ、会って話さない？私やっぱりケンジじゃないとダメなの。確かに浮気してたのは事実だし、嘘ついて平気なふりしたのも悪いと思ってるから、会ってちゃんと謝りたいの。俺はもうマキの顔も見たくないよ。そうやって謝ってるのもお金のために俺と一緒にいたいだけとしか思えないし。本当にそんなのじゃないから、お願いだから会って話してよ。本当に無理だから。俺はそれくらい傷ついてるってこと。でも離婚だけは本当にしたくないの。それももう決まったから、ご両親に離婚届渡しておくから書いて出しといてくれ。本当にお願いだってば。もう少し考えて。ケンジのことが好きだから結婚したことは本当なんだから。もうその手には乗らないよ。俺はマキのせいでしばらく恋愛もできないと思うし、女の人だけじゃなくて人のこと信用できなくなっちゃったよ。マキに限ってそんなことないって思って結婚したのに3年でこれだからね。結構傷ついてるよ。もう二度としないから本当に許して。何度言われても気持ちは変わらないから。幸せにな。私絶対離婚だけはしないから。だいたい浮気される方にもちょっと責任あるとか思わないの？毎日毎日仕事で私のことは二の次、そういうケンジには何の責任もないわけ？俺は仕事しないと生活なんてできないんだから当たり前だろ。この後に及んで次は人のせいか？私だってもっとケンジが私のことに構ってくれてたら浮気なんてしてなかったと思うし。だからって浮気したことには変わりないじゃないか。で、その浮気相手とはいつから浮気してたんだ？半年前くらいから。え？そんなに？俺そんなに騙されてたのかよ。ごめんなさい。で、どこで知り合ったんだ？前に友達と飲みに行ってくるって言ってた時があったでしょ？その時に友達に紹介されたの。その友達も友達だな。結婚してること知ってて違う男紹介するなんて、だいたいその時に俺のこと考えたらそんな紹介断れると思うし。
マキはその時から俺のことなんて好きじゃなかったんだよ。本当にそういうのじゃないから。あれはなんていうか本当に一時の気の迷いというか。その一時の気の迷いが半年も続くんだから女って本当怖いよな。だから本当にごめんって言ってるじゃん。本当に悪いと思ってたら自分で浮気なんてやめると思うけど。マキが今謝ってるのは俺にバレたからだろ。ご両親にも迷惑かけていい大人が恥ずかしいと思わないのか。しかも浮気相手にも家族がいるんだろ。その家族のこととか考えられないのか。ごめんなさい本当に悪いと思ってるから。じゃあその浮気相手の家族に謝りに行ったら離婚はしないよ。それはできないよ。なんでできないんだ。そこまでして俺とはいたくないんだろ。何言われるかわかんないし、そんなの浮気相手に止められるに決まってるじゃん。そんなの俺には関係ないし、何言われるかわからないことしたのはお前らだろ。俺は大人としてのけじめもつけられないような女といたくないし、ここまでされてただ謝って済むわけないだろ。でも私それはできない、ごめんなさい。それなら離婚は決まりだな。慰謝料もちゃんと払ってもらうからな。慰謝料？そんなの専業主婦だった私に払えるわけないでしょ。浮気相手に払ってもらえばいいだろ。証拠は十分揃ってるし、言い逃れはできないからな。ちょっと待ってよ、本当に反省してるからそれだけは勘弁してよ。俺だって我慢はしてたし、そこまでするのもかわいそうかなとも考えた。でもマキご両親が家に行った時だって俺に逆ギレだし、離婚って言葉が出た瞬間手のひら返してくるし、いろいろ考えての結論だから。それにマキが何と言おうともう決まったことだから。仮にでも私たち夫婦だったんだよ。何もそこまでしなくていいじゃんか。そこまでさせたのもマキだろ。浮気相手と相談してどっちが払うか決めたらいいだろ。自分でせいぜい働いて生活してくれよ。こうして俺たちの夫婦生活はわずか3年という短さで幕を閉じた。あのあと慰謝料もマキが払うってことになり、浮気相手は離婚することなく、マキはこの家から出て行き実家で暮らすことになったらしい。マキのご両親は相当カンカンになり、マキのことも怒ったらしいけど、果たしてマキがもう浮気をしなくなったかどうかは不明だ。俺はというと離婚して仕事に費やす時間が増えたおかげで晴れて独立することができた。俺にとってはトラウマになるような辛い話だったが、あれからは自分に使える時間も増えてなんとか幸せに暮らしている。これからいい出会いがあるかどうかはわからないけど、今度は浮気もせず嘘をつくような女性だけは勘弁だ。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前は涼介、30歳のサラリーマン。3歳年下の綺麗な女性ルミと結婚してちょうど1年が経ちました。サプライズで高級レストランを予約し、夫婦で食事を楽しみ、妻が以前から欲しいと言っていた某ブランドのネックレスもプレゼントし、とても喜んでくれました。それから早1ヶ月、いつものように上司から割り振られた仕事をこなし、ちょうどお昼休憩になった頃、ルミから LINE が来たんです。涼介、私今友達とランチでカフェに来てるの。結婚記念日にもらったあのネックレスをつけてね。お、そうなのか。うん、デザインも派手すぎずとても可愛いやつだったから気に入ってるよ。喜んでいるようで何よりだよ。でも本当に大丈夫だったの？あ、どうして？あの会社のアクセサリーって結構高かったでしょ？まあボーナスで買ったから。逆に申し訳ない気持ちになっちゃったというか、露骨にあれ欲しいって言ってしまったような気がして。いや気にしないでよ。本当に？ああ、俺はルミの喜ぶ顔が見たかったんだ。若い女性に人気のブランドみたいだし、大切にしてくれているなら何も言わない。涼介、それに俺はこう見えて最近給料が少しアップしたんだぞ。家族のために頑張った甲斐があったってことさ。そっか、私考えすぎだったのかな。ルミも半年前俺の誕生日に腕時計をくれただろう。あれはスーツ姿が似合う涼介にもぴったりだったから。お互い共働きで苦労ばかりかけさせてしまっている部分もあるけど、ごめんな。ううん、謝らないで。
ことぶき大社を選ばなかったのは私の意思だもん。無理しなくてもいいよ。専業主婦になりたいなら今からでも遅くない。夫にばかり甘えちゃいけないと思うの。せめて子供が生まれるまでは退職しないよ。そういえば入籍して最初の1年間は夫婦2人の時間をたくさん作ろうって約束したよな。恋人の延長みたいな感じだったよね。いろんなところに行ったよな。新婚旅行も兼ねて。遊園地だけじゃ物足りないから、その足で温泉や水族館にも行きまくったこと覚えてるよ。いつか俺たちの子供と3人で出かけたいな。凌介はパパになったら絶対に甘やかしそう。ルミだってベビー服いっぱい買いそうだぞ。小さい頃からファッションというのを教えなきゃなんてね。改めていつもありがとう。友達との食事楽しんで来いよ。うん、こちらこそ凌介。ルミは休日が不規則な職業についており、平日に休むことは何も不思議ではありません。休憩時間にはこまめに LINE もするし、相変わらずラブラブです。この後ネックレスを身につけている彼女の自撮り写真が送られ、微笑ましく思いました。こういう何気ない日々がずっと続くといいな、そう思っていたんですが、ある日突然幸せはもろくも崩れ去りました。ルミ、どうしたの？元気なさそうだね。俺見ちゃったんだ。え？君の SNS。 それってつまり。俺もインスタグラムやってんだけど、たまたまルミのアカウントを見つけて、知らない男と原宿にいるっていう投稿、あれマジなの？ああ、あれね。たまたま仲良くしていた友達とばったり会ってさ、スイーツの美味しいカフェで昔のこととか思い出話してたの。数々の写真を見る限り友達には見えなかったぞ。嘘じゃないもん。ルミが男の頬にキスしているやつはどう説明する？あ、いいねも100以上だったし、コメントも素敵なカップルですねとかあったな。なあ、これ浮気だろ。ごめんなさい、凌介。一から説明してくれないか？写真の人は私の元彼なの。凌介と結婚してからも時々遊んでいたというか。は？向こうがどうしても私のことを忘れられないみたいで、会いたいってしつこくて、つい。おいおい、二股かよ。しかも俺という夫がいながら外で別れた元恋人とデートだって？私の勤務先って通販のコールセンターでしょ？ああ、主にアパレルショップのネット受付をやってるんだっけか？スーパーバイザーとして移動してきたのが彼だったの。つまり久しぶりに会って舞い上がっちゃいました、そういうこと？最初は新しい恋人がいるから無理って断った。それでもしつこかったから一回だけ遊んだら諦めてくれるかなと思ったの。数年ぶりの再会デートがあまりにも楽しくてずるずる引きずったんだな。ごめん凌介、あなたのこと心の底から愛してる。それと同時にもう一つ気づいてしまって。まさか元彼に再熱したとか言うんじゃないだろうな。同じぐらい好き。二人とも好きなの。やべ、頭が超痛くなってきたわ。ねえ、同時進行でサトシと付き合ったらダメ？それが元彼の名前か。って、いいわけねえだろうが。だって、両思いだって気づいたから。ふざけんな。俺が毎日どんな気持ちでルミのために働いてきたと思ってんだよ。しばらく考えさせてくれ。
今日はビジネスホテルに泊まる。ちょっと待って、私の話を聞いてよ。今は面と向かって話せそうにない。それじゃあ、暇つぶしに見ていた SNS でとんでもないものを見てしまった俺、妻の堂々とした浮気写真を目の当たりにして頭がおかしくなりそうでした。顔も見たくないと思い、定時退社後はホテルに向かいチェックイン。一日だけ泊まるつもりでしたが、気づけば1週間そこから出勤していました。ルミがいない間に着替えと何着かスーツを取りに戻り、7日目の夜、向こうから LINE が来ました。涼介、いつになったら帰ってくるの？そろそろ機嫌直してよ。はい。ルミ、いけないことをした自覚はあるのか？分かってるよ。そうは見えないがな。あなたという配偶者がいるのに、サトシとより戻したこと、申し訳ないって反省した。それで、君はこれからどうするつもり？いい案を思いついたの。私と涼介、サトシの3人で、一緒に暮らさない？は？彼はね、夫がいても構わないらしいの。意味が全くわからない。最近、夫、妻とは別に恋人を作る人が増えてるんだって。いや、聞いたことねえぞ。そりゃそうだよね。涼介は私と違ってネットに弱いし。某掲示板みたいなサイトは見ないが、いろんな人のブログは結構読むよ。ならわかるでしょ？ポリアモリー。複数のパートナーと愛の関係を築く恋愛スタイルだっけか？これからはそれで生きていきたい。俺が、はいわかりましたってうなずくと思うか？恋愛はね、時代と一緒に変わっていくものなんだよ。夫だけ愛するのは古いって気づいたの。ルミ、いつからおかしくなっちまったんだ。俺と結婚したばかりの頃はずっと涼介と一緒にいたい、そう言ってくれたのに。サトシが私の中に眠っていた本当の気持ちを目覚めさせてくれたわ。元彼に騙されてんじゃねえのか？違う、彼の悪口は言わないで。結婚記念日を2人でお祝いして、たった数ヶ月でこのざまか。最悪以外の何者でもないわ。お願い涼介、私の気持ちも理解して。あくまで浮気している自覚はないんだな。浮気じゃなくてポリアモリー。ルミの気持ちはよーく理解した。言っとくけど、私は涼介と離婚する気はないわ。あなたにもこの生き方を知ってほしいからね。呆れて何も言えないよ。近いうちに3人で話し合いましょうね。開き直るルミの態度に呆れ果てました。心から反省しているなら再構築することも考えていたんですが、これは重症すぎて仲直りする余地もない。怒りでどうにかなってしまいそうですが、ここは冷静になるべきだと考え、離婚に向けていろいろ手続きを進めることにしました。その後も変わらずホテルで過ごし、準備万端となった頃。外出中なんだ、電話は出られない。涼介、あなた一体何したの？特別なことはしていない。嘘つくな。私の親と友達、ましてや職場にインスタの写真をばらまくとかひどすぎる。変な言い方はやめてくれ。俺は内容証明を知ってほしい人間すべてに郵送しただけだ。最悪。 LINE にはメッセージばかり来てスマホがパンクしそうだよ。そもそもルミの浮気のせいでこんなことになったんだろう。しつこいな。ポリアモリーだって何回言えばいいわけ？ポリ袋だかポリエチレンだか知ったこっちゃない。既婚者でありながら不貞行為に走ったことに対する責任は取れよ。はあ？私は涼介と離婚しない。サトシと関係を続けながら夫婦生活も両立させる。どんなことがあってもそれだけは絶対に無理。ネットで
何人か私と同じように生きている人がいたよ。ああいう場所の書き込みは嘘も多い。簡単に信じるのは危険だ。そんな、俺たちは思いのほか共通の友人も多いから、きっとルミと距離を置くやつも増えるだろうな。絶交されたらあんたのせいだからね。精神的苦痛与えられたってことで訴えてやる。好きにしろ、どうせルミの完全敗北になる。お母さんも友達もみんな私を軽蔑する言葉ばかり。当然の報いというか、ルミがここまで世間知らずだったのは予想外だな。妻にひどいこと言わないでよ。あ、近いうちに家から出て行ってくれ。名義は俺だし、来月中旬までには引っ越す予定だから。嫌だ、凌介と離れ離れになりたくない。サトシというやつと今一緒にいるんだろ。こんな時に俺の家でイチャついてるとか、悲しみを通り越して笑いがこぼれそうだわ。どうしてそれを。弁護士に依頼すると同時に探偵さんにも協力してもらった。いざという時のためにルミが仕事で家を空けている間にこっそりカメラを設置した。何もかも用意周到ってこと。ちなみにカメラはパソコンと連携してる。リアルタイムで録画されてんだよ。やめて。このままだとサトシともども仕事をクビになって路頭に迷うだろう。わかった、彼と別れる。謝るから離婚だけは。俺たち結婚して2年目になる来年ぐらいには子供も欲しいよなって話していたのに、ポリエステルかなんだかカタカナ用語持ち出されて最高に気分が悪いよ。メンタルも相当傷ついた。少しぐらいこっちの言い分聞いてくれたって。あいにく俺は心が仏様のように広いわけじゃないんでね。ごめんなさい、サトシとは別れる。みんなにあれは勘違いだったって説明してよ。自分が何したのかしっかりと目に焼き付けろ。嫌だってば。さっさと荷物まとめて俺の家から出て行け。じゃないと通報する。凌介。数日後、弁護士事務所で話し合った結果、無事離婚が成立。翌日には慰謝料も振り込まれ、自宅に戻るとルミの荷物だけきれいさっぱりなくなっていました。周りに浮気のことを知られたことにより、居づらくなった元妻と男は会社を自主退職。親類や友人たちにも絶縁を言い渡され、頼る人間が一人もおらず、予想通り路頭に迷っているそうです。結婚してたった1年でバツイチになりましたが、後悔していません。首都圏への移動がちょうど決まったので、綺麗さっぱり忘れようと思います。今晩はパーッとお酒飲んで美味しいもの食べながら過ごすつもりです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はユキナ。今回は夫春久の話です。こちらがその春久。実は現在春久とは長く会っていません。1ヶ月ほどでしょうか。結婚4年目で春久は浮気相手と駆け落ちをしてしまったからです。私には長期出張と言っていますが、浮気をしていることは知っていました。駆け落ちといっても隣の県で2人暮らししていることまでは突き止めています。きっと春久は私が気づいていないと思っているんでしょうね。そこまでバカにされるとは思っていませんでした。だから浮気相手も春久も地獄に落ちてもらおうと思います。それでは春久とのやりとりをご覧ください。もうすぐ長期出張も終わって帰れるよ。そうなんだ、お疲れ様。俺がいなくて寂しかった？まあそれなり。でも仕事だから仕方ないよね。まさかいきなり1ヶ月以上の長期出張を言われるとは思っていなかったからびっくりだったよ。突然のことだったし、準備も大変だっただろ？俺がいない間、変なことはなかった？変なことって？最近は物騒だからさ、変質者とかもいるみたいだし。長期出張と嘘を言って浮気相手と駆け落ちした人ならいたみたいだよ。
え？気づいてないとでも思ってる？春久が長期出張じゃなくて浮気相手と隣の県で駆け落ちして暮らしてるってことは気づいてるよ。同僚の人にあいつが気づくわけないとか言ってたらしいね。どこまで人をバカにすれば気が済むのかな。何のこと？相手の女の名前と勤め先、その親の勤め先まで調べてあるけど教えた方がいい？そこまでしないと認めない？本当に気づいてたの？隣の県の住所まで教えてあげようか。どこまでもごまかすつもりなら私も持っている情報を全部出さないといけないみたいね。いや、もういい。ごめん、ちょっとドラマに影響されて駆け落ちしたくなってさ。駆け落ちを肯定するようなこと言わないでくれる？相手がいないとできないことでしょ。つまりそれ以前から浮気をしていたってことじゃない？それはそうなんだけど、彼女は悪くないんだよ。全部俺がそそのかしたっていうか、提案したっていうか。駆け落ちする時点で両方悪いに決まってるでしょ。寒気がするような演技はしなくていいから、さっさとこれからのことを話しましょうか。離婚をするつもり？俺は嫌だよ。俺はユキナのことを愛してるんだから。愛してる相手を裏切って浮気したくせに何言ってるの？これ以上イライラさせられたくないんだから、余計なこと言わないで黙っててくれる？ごめん。っていうかユキナってそんな感じだったっけ？誰のせいでこうなってると思ってるの？お願いだからバカなことを言わないで真剣に話をしてくれない？だから離婚はしたくないんだって。浮気は遊びだよ。遊びで傷つけられる側のことは考えてる？本気で言ってるならどこまでバカなのって感じだけど。春久はもともとからチャラい部分があったので、おそらく全て本気で言っているのでしょう。それが余計に私の頭痛の原因となっているのですけど。でも春久は気づいていないのでしょうね。私の復讐が半分くらいは終わっているということに。いつまでも自分が上だと勘違いしているなんて、バカな春久らしいですけどね。離婚したくないって言ってるけど、それは無理でしょう。もう私たちは離婚してるんだから。は？いやいや、何言ってんの？離婚なんてしてないから。前春久と喧嘩をした時に勢いで離婚届にサインしたことあったよね。あれ提出してるから、もう離婚して1週間くらい経ってるんじゃないかな。そんなの無効に決まってるだろ。その間他の女と生活をしていた男が無効だって言って信じてもらえるとでも？ちなみに会社に内容証明、彼女の会社にも慰謝料の内容証明を送ってあるから会社で確認してね。お前ふざけるなよ。なんで会社まで巻き込むんだよ。同僚の人は知っていたんだよね。そっちにも責任を負わせましょうか。心配しないで大丈夫だよ。ちゃんと財産は半分にするから。春久とは違うんだから、きちんと通すべき筋は通すから、安心してくれていいよ。マジかよ。マジですよ。残念だったね。もう少しで昇進だったんでしょ。今回の浮気のことで白紙に戻されるだろうね。まあでもそれって自業自得だよね。春久が浮気なんてしなければ昇進も無事にできていたし、離婚もしなくて済んだんだから。その後春久は弁護士に相談をしたそうです。勝手に離婚届を出されたと。弁護士が話を聞きに来ましたが、確かに離婚届を出したと認めました。その時点で他の女と暮らしているのに離婚したくないはおかしくないのかということも付け加えて、すると他の女と生活していたことを弁護士は聞かされていなかったようで驚いていましたね。自分に都合の悪いことを隠して相談するなんて、姑息な春久らしいといえばらしいですけど。弁護士も住んでいた場所などを確認したのでしょう。勝手に出したことについては問題がありますが、他の女と暮らしていたこと、離婚届のサインが偽造ではないことから、春久が勝つのは難しいとのことでした。おい、弁護士まで味方につけて汚いぞ。味方になったわけじゃないから、状況を確認して春久に不利になることしかなかったってだけだからね。だいたい自分で他の女と暮らしていたことは隠して依頼しておいて汚いなんてよく言えたものだよね。私から見れば自分に都合の悪い部分を隠して弁護士に依頼する方がよっぽど汚いと思うけど。だいたいなんで離婚するんだよ。確かに駆け落ちしたけど1ヶ月くらいで戻るつもりだったんだぞ。
知らないよ。いなくなった相手にいつ頃戻りますかなんて聞けるはずないでしょ。しかも長期出張とか嘘までついておいて、会社を巻き込むなって言ってたけど、巻き込んだのは春久の方じゃないの。会社としてもいい迷惑だったんじゃない？勝手に駆け落ちのための材料にされていたわけだし。俺は本当にお前が好きだったんだぞ。本当に好きなら浮気はしません。自分を被害者に仕立てるのやめたら。どう見てもあんたは加害者、被害者は私なの。離婚になってたなんて体裁悪くなるじゃないか。それでもいいのかよ。体裁悪くしたのもあんた自身。私と離婚をしたくないんじゃなくて、春久は離婚したっていう見栄えの悪さが嫌なだけじゃないの。会社からも何らかの責任が来るかもしれないね。私しっかり証拠を揃えて会社に提出しているから。ちなみに浮気相手は取引先の受付だったんだね。向こうの会社も結構大騒ぎみたいだよ。あいつとは連絡取ってないから状況なんて知らないよ。そんなことより俺の方をどうするか考えないといけないし。そういう風に簡単に切り捨てられるんだね。浮気相手とはいえ同情するわ。あんたみたいな男に捕まったばかりに。更新所を使って浮気相手のことを調べた時、彼女はどちらかといえば真面目なタイプに見えました。後からはわからないけど、最初は春久が既婚者であることを知らなかったのではないかと思ったくらいです。でも気づく機会はあったはずだし、浮気をされた以上真面目な女性であっても容赦する理由にはなりません。彼女の会社の方にも内容証明を送っているので、きっと上司から呼び出されたりと大変なんでしょうね。どちらかといえば春久の方が救いがないほどのバカだったことに驚きました。浮気に対してここまで楽観的な考えを持っていたなんて、今回のことが起こるまで気づかなかったからです。もちろん知っていて隠していた同僚の人にも話はしました。家まで訪ねて奥さんにも伝えてあるので、きっとあの家はあの家で大変なことになっているでしょう。もしかしたら私たち同様に離婚になる可能性もあります。それもこれも春久の駆け落ちを手伝ったからです。春久は周りにとって疫病神と言ってもいいかもしれませんね。もうお母さんたちにも話しているから、離婚を覆すことはできないからね。母さんたちにも知らせているのか。当然でしょ。あんたが駆け落ちをしたって分かった直後に連絡したわ。お母さんすごく泣いていたわよ。お父さんも呆れて言葉が出ない感じだった。慰謝料についてはお母さんたちからもらってるから、春久は自分の親に返済していってね。相場よりも低くしているから支払わないなんて言わないわよね。いい加減グダグダと言わずにさっさと腹をくくってくれない？巻き込まれる方としても迷惑なんだから。私は春久との関係を終わらせたいのよ。私が考えを変えることがないと分かったのか、春久は諦めたように離婚を受け入れました。まあ受け入れなくても離婚しているので、受け入れないって選択肢はなかったんですけどね。それから引っ越しなどをしてようやく落ち着いた生活を取り戻すことができました。春久の方は会社に残っているようですが、いづらさから今までのような明るさがなくなっているようです。まあ会社も相当騒ぎになったでしょうし、今まで同様に振る舞える方がどうかしているんですけどね。何度か復縁メールが届いていますが、全て無視をしています。一度私が働く会社前に現れましたが、これ以上付きまとうなら警察を呼ぶというと、ぱったり現れなくなりました。その代わりに電話やメールが鬼のように来ますけどね。いい加減春久のことを思い出すのは嫌なので、スマホも変えようと思っています。他の人に連絡先を教えるのが面倒ですけど、春久から電話やメールが来ることを考えればマシかなと思いますし、離婚した直後なので次の再婚とかは考えられませんけど、いずれはいい縁があればいいなと思います。その時は浮気をしない誠実な人がいいですね。夫が浮気をするなんてもう二度と味わいたくないことですから、とりあえずしばらくは気ままな独身生活を楽しみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はよしこ。今回は娘が通っている塾ママとのお話になります。こちらが塾ママのあさみさんです。私の娘りのは小学5年生で、特に中学受験などは考えておりませんが、学校での成績が上がるようにと思い、
進学塾に通わせることにしたのです。そこで仲良くなったのが同学年のゆうたくんのお母さん、あさみさんなのです。実は周りのママ友も困るほどのくせ者で、対応に困ることもあるのですが、よくある日常のやりとりをご覧ください。よしこさん、お疲れ様です。あさみさん、どうかされましたか？よしこさんちのりのちゃん、今回の塾の全国模試も優秀だったわね。さすがりのちゃんだわ。りの、今回は試験前に少し勉強したので、いつもよりもいい成績でした。りのちゃん、全国で約9000人中745番ってすごい。ありがとうございます。少し頑張った成果が出ましたね。りのちゃん、成績が上がったから S クラスに上がれるのかしら？今日先生からそのお話をいただきましたけど、りのと話をしているんですが、 S クラスに上がるか悩んでいるところです。なんで？悩む必要ないじゃない。塾の S クラスなら丸々中学校は確実って言われているでしょ？そうみたいですね。そうみたいですねって、よしこさん他人事ね。うちのりのは中学受験とか全く興味がないみたいですので、先生からは丸々中学とか三角中学とかを目指してほしいって言われましたが。りのちゃん興味がないって？どこの中学校に行くの？今のところは地元の中学校です。そんな、なんで地元なのよ？お友達と同じ中学に行きたいって言ってるんですよね。りのちゃんなら絶対大丈夫なのに、必ず行かせるべきよ。本人が無理に行きたくない学校に行かせるのもちょっとかわいそうですし、それに勉強嫌いになっても困りますので。ゆうたくんはどうされるんですか？うちはもちろん受験させるわよ。子供の将来のことだからね。それにお受験しないオタクって、うちにはお金がありませんって言ってるみたいで嫌なのよね。それはちょっと違うんじゃないですか？確かに金銭的に受験されない方もいらっしゃいますが、ただうちのリノのようにみんなと同じ中学校に行きたいって子も多いと思いますよ。あら、そうかしら。うちは今度の全国模試で S クラスに入って丸々中学を目指すのよ。とりあえず S クラスに入ればなんとか丸々中学校は目指せるからね。なんとしてでも次の試験で S クラスに入らないといけないのよね。ゆうたくん、成績どうだったんですか？うちのゆうたの成績は真ん中ぐらいだったわよ。そうなんですね。娘のりのが通っている塾で真ん中ぐらいならとてもじゃないけど、丸々中学校はもちろん S クラスはとても無理な話で、それでもあさみは次はどうしても S クラスといつも言っていました。どうやら他のママ友にも塾のことであさみからよく LINE が送られてきているらしいです。そんなあさみさんから私にも LINE が来ました。よしこさん、ちょっと聞きたいことがあって。どうかされましたか？塾の成績のことなんだけど、今大丈夫かしら？成績がどうかされました？ちょっと成績のことで悩んでいて、どうやったら塾の成績が上がるかしらって。りのちゃんはどうしてるの？そうですね、うちのりのはよく自習時間に先生に質問をしてるって言ってましたけど。へえ、なるほど。先生ね。先生の解説が分かりやすいみたいで助かりますよね。ゆうたも実習に行かせてみようかしら。そうですね、それがいいかもしれませんね。他にりのちゃん、何か成績を上げるために何かしてるのかしら？あとは本人のやる気次第だと思いますよ。やる気ね。やっぱり一番は本人のやる気次第で上がっていくと思いますけど。そうね、わかったわ。でもちょっといいこと思いついたのよ。ありがとう。お役に立てたなら。そういえば聞いた？翔くんのこと。翔くんがどうかされたんですか？どうやら翔くんね、塾辞めるみたいよ。え、そうなんですか？そうみたいよ。翔くんちって塾代払えないのかしらね。塾を辞めたからといってお金が払えないってことにはなりませんよ。そうかしら。私だったら恥ずかしいわ。今通ってる塾って勉強に対してすごく厳しいじゃないですか。合わなかったってこともよくあるみたいですよ。それならそれでいいけど。よしこさん、まあでも実習のことは教えてもらって助かったわ。どういたしまして。成績が上がるといいですね。早速明日からゆうたに実習に行かせるわ。私もあさみさんとは当たり障りのない付き合いをしたいなと思っていたのですが、塾の全国模試のたびに連絡が来ていました。よしこさん、ゆうたなんとか S クラスに上がれたのよ。
そうだったんですね。よかったです。リノちゃんが S クラスなのに、うちのユータが普通クラスっていうのがね、おかしいのよね。え？でも、ほんとよかったわ。ユータくん、そんなに成績上がったんですね。成績はね、少し上がったけれど、でも S クラスに上がっていいって先生から連絡があったのよ。え？そうなんですか？そんなことってあるんですか？先生方が頑張っているユータの姿を見てかしらね。嬉しいわ。これでやっと丸々中学が目指せるわ。そうですね、よかったですね。次の授業から S クラスだから、リノちゃんよろしくね。え、もう S クラスなんですか？そうよ、先生に言って何とかしてもらったのよ。ユータも楽しみにしてるわ、 S クラス。リノに伝えておきますね。ええ、よろしく。リノの通っている塾はとても成績に厳しい塾なのに、ゆうたくんの頑張りだけで S クラスに上がれたとは思いませんでした。やっぱり何かがおかしいと思っていた、そんな時でした。駅ビルの中で浅見さんを目撃したのですが、ちょっと様子がおかしかったのです。帰宅後に浅見さんに連絡してみました。浅見さん、ゆうたくん S クラスはどうですか？そうね、大変みたいだけど頑張っているわよ。そうですか、それは良かったです。最初は授業についていけるか心配だったけど、今は大丈夫みたいよ。私、なんでゆうたくんが S クラスに入れたのかが分かりましたよ。なんでかはこの前教えたわよね。どうですかね。よしこさんには言ったと思うけど、ゆうたの頑張りが良かったみたいでって。はさみさん、頑張りで S クラスに入れた子は今までいないみたいですよ。だからずっとおかしいなって思っていたんですよ。あら、今はリノちゃんの方が成績が上だけど、よしこさん、そろそろユータに成績が越されるのが不安になっているのかしら？それは大丈夫ですよ。余計な心配ですね。どういうこと？急によしこさんどうしちゃったの？あなた、何か言いたいことでもあるの？私、見ちゃったんですよね。何を見たのかしら？私が見たものを写真で送りますね。何これ、盗撮？これはたまたまね、塾の先生と会っただけよ。それだけのことなのに何よ。これよーく写真を見たら手つないでますね。ちょっと手が当たった時でしょ。あなたもしつこいわね。それなら写真第2弾。これはあさみさんと塾の先生がホテルに入っていく写真です。何、あなた人のことをつけていたの？信じられないわ。最初たまたま見かけて声をかけようと思ったんですけれど、2人がホテルに入っていく姿が見えたので、さすがに声をかけれませんでした。そうよ、あなたの思う通りよ。不倫していたのよ。あなたに関係ないわよね。やっぱりそうでしたか。それにしても塾の先生と不倫なんて。ゆうたが丸々中学校に入るためには仕方のないことなのよ。そこまで丸々中学校にこだわる理由は何ですか？どうしても入れたいのよ。丸々中学校に入れればゆうたの将来安泰だからよ。でも不倫だけの関係ではないですよね。何？次は何よ。写真第3弾。これ何か封筒のようなものを渡していますよね。ええ、そうよ。何が悪いの？うちにはお金があるんだし、お金で解決して何が悪いの。ゆうたくん、 S クラスに入れてとても喜んでいたみたいですよ。実力で S クラスに入れたと思っているのに、こんなことされてるって知ったらどう思いますかね。そんなこと、あなたが黙っていたらいいだけじゃないの。言ってることわかる？それがユータにとっても、うちの家族にとってもいい結果につながるから。そうですね、私は黙っておきますけれど。ちょっと、私はってどういう意味なのよ。あさみさん、何か勘違いされていますが、あの日私一人ではなかったんですよ。誰と一緒だったの？ママ友4人でランチに行ってきましたので、他3名ほどいますね。ちょっと、誰といたか教えなさいよ。それを教えてもみんなもう喋っていると思いますよ。お願いよ、誰と一緒だったか教えて。一人は翔くんママですけど、翔くんママ、あさみさんにいろいろな嫌味を言われたり、変な噂を流したりして、すごく嫌な思いをしてましたから、誰にも言ってなければいいですけどね。そんな、よしこさん、お願い。あ、でも他の2人も翔くんママみたいな感じで、正直あさみさんのことをよく思ってない感じですから、どうでしょうね。
そんな困るわよ。よしこさん、みんなに話広めないでって言ってくれないかしら。それはちょっと。うちのゆうたがかわいそうだと思うなら本当お願いよ。確かにゆうたくんはかわいそうだと思いますが、でもこれは母親の責任なので、あさみさんがちゃんと自分で解決してくださいね。そんな、よしこさん、助けてよ。その後ですが、あさみさんの不倫がご主人にもバレてしまい離婚したそうです。あさみさんは多額の慰謝料を請求され、ゆうたくんの親権は父親に取られたそうです。ゆうたくんは母親のあさみさんから強制的に塾に行かされていたそうで、塾には行きたくないと本人の希望で辞めてしまいましたが、父親と一緒に暮らし始めたそうです。あさみさんは塾講師からも捨てられ、しかもゆうたくんとの接触まで禁止されているそうです。今は慰謝料返済のため不慣れな仕事を掛け持ちしていると風の噂で聞きました。うちのリノは中学受験はしないけど勉強が楽しいということで塾には通っています。塾の先生からは受験を勧められていますが、お友達と離れたくないとの理由で〇〇中学には行きたくないと言っています。レベルが高い学校に行くよりも、誰と出会いどのように学生生活を充実させるかの方がよっぽど大事なことだと思いますけどね。皆さんはどう思いますか？共感してくれる人がいたら嬉しいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は陽子。今回はバイト先の仲間である豊の話です。こちらがその豊。私たちは飲食店で働いていて、豊はバイトリーダーを任されています。飲食店ということもあって、昼食の時間帯などは人が多く、かなり忙しいです。でも私が働いているバイト先は社員登用制度があります。年数など関係なく社員登用試験を受けることができるのです。最初は別の就職先を探そうと思っていたのですが、飲食店の仕事にやりがいを覚えて、今ではこの飲食店の正社員になりたいと思っています。前回社員登用試験を受けたのですが落ちてしまい、今回こそは受かりたいものです。ただちょっと厄介なのが豊かです。それでは豊かとのやり取りをご覧ください。この前の社員登用試験はどうだった？前回よりは自信があるかなって感じです。豊さんはどうですか？俺はもちろん自信あるに決まってるだろ。前回はボンミスで落ちちまったからな。今回は合格するに決まってるじゃないか。まあ俺はここの古株だし、社員登用されたらすぐに店長まで上り詰めるから。確かに豊さんはこの飲食店で古株ですもんね。いつから働いてるんでしたっけ？23歳からだから7年くらい。今まで社員登用試験受けていなかったんですか？今までのうちに社員になっていそうなものですけど。それはバイトの方が気軽だろ。だから若いうちは自由が利くバイトのままでいたかったんだよ。正社員になると結構縛られるから、なかなか自由も利かなくなるってのを他の人でも見てるし。ああそうなんですね。これは彼の見栄であることは知っていました。他の社員さんから聞いた話ですが、豊さんは毎年社員登用試験を受けているそうです。その度に毎回落ちているのだとか。正直7年も勤めていて、なぜ毎回社員登用試験に落ちるのかと不思議で仕方ありませんでした。ただ一緒に働くうちに、なぜ社員になれないのかという理由が見えてくるようになったのです。きっとこれは豊さん以外が気づいていることで、本人だけが気づいていないんでしょうけどね。本人が気づかない限り社員登用されることはないんじゃないかとまで思ってしまいます。お前も俺みたいにしっかり働けよ。俺くらい真面目に働けば社員登用も夢じゃないからな。でも今日お客さんトラブルがあった時に、豊さんってばいきなりいなくなってましたよね。あれは別の客に呼ばれてたんだよ。俺があの場にいればすぐ解決したんだけどな。結局お前が対応したんだろ。どうだった？しっかり説明をしたら納得してもらいましたよ。どうやらお客さん同士で誤解もあったようで。
へえ、そうだったんだ。まあそれくらいならお前でちょうどいいかな。わざわざ俺が出るまでもないかなって感じだし。そうなんですね。トラブルの時にはいつも豊さんいないからどんな対応をするのか見たかったんですけど。まあ今度な。でもトラブルなんてない方がいいんだけどな。それもそうですね。じゃあ次に何かあった時は豊さんを呼びに行きますね。バカ野郎、俺を探している間に解決する方法を考えろよ。トラブルの時に客を待たせるのが一番良くないんだぞ。あ、そうなんですね。わかりました。それにちょっとしたトラブルは女がニコニコ笑っているだけで解決することもあるんだからな。豊さん、それってセクハラになりますよ。今は些細な言葉でも厳しくなってるんですから気をつけないと。わかってるよ。今のはお前を試しただけだし。そして数日後、社員登用試験の結果が出て、私は社員になることが決まりました。今月の残りが少ないので、来月から正式な社員として採用してもらうことが決まったのです。ただ、自分の社員登用が決まったのは嬉しいのですが、素直に喜べない理由があります。それは、なんで俺が落ちるんだよ。それで、なんで勤続年数が低いお前が受かるんだ。社員登用に勤続年数は関係ないってありましたし。それにしても、俺より仕事ができないお前が社員になれるなんてなんでだ。あ、なんですか。なるほどな。もしかして女を使ったわけ。は？おとなしそうな顔してやるじゃん。それで正社員の座をもぎ取ったってことだろう。なんで私がそんなことをしなければいけないんですか。冗談にしても、言っていい冗談と悪い冗談がありますよ。冗談じゃねえし、それくらいしか理由が思い浮かばないだろうが。本当にわからないんですか。は？なんだよ、お前はわかってるってのか。私だけじゃなくて、豊さん以外の人なら分かっていることだと思いますけど。俺以外？だって豊さんは口ばかりで全く仕事なんてしないじゃないですか。俺だって仕事はしてるだろう。口ばかり動いて、トラブルが起こった時はすぐ逃げる。社員登用は普段の勤続態度も判断基準にされるんです。真面目に働かないから7年も落ちるんでしょ。7年って。バイトが自由だからとか言ってましたけど、私が知らないとでも思いました。私がバイトに入る前から豊さんが社員登用試験に落ち続けてるって聞いてるんですからね。誰がそんなことを。クビにするには微妙。全く働かないわけじゃないからクビにはしないけど、社員にもしないってことなんでしょ。見えばかりで仕事をする意欲が見られないから落ち続けるんだっていい加減気づいたらどうですか。お前、俺にそんな口を聞いてもいいのか。豊さんが変なことを言うからでしょ。だいたい次期店長だなんて言ってますけど、それも全部豊さんだけが言っていることじゃないですか。下世話な妄想をする前に自分の行動をしっかり振り返って真剣に仕事をしたらどうですか。お前、生意気なことばかり言いやがって。先輩に向かってよくそんなことが言えるな。先輩？だったら先輩らしいことをしたらどうですか。サボってばかりでトラブルは後輩任せ。どこに先輩だって敬えるような要素があるんです。お前がどう思っているのかわかった。覚えてろよ。翌日、私は店長に呼び出されて豊さんとのやり取りについて聞かれました。どうやら豊さんは自分に都合のいいことばかり言っていたらしく、私がメッセージのやり取りも見せて説明をすると、店長は呆れてましたね。以前から自分に都合のいい報告ばかりすることがあったらしくて、今回豊さんから報告があった時もあまり信じてなかったそうです。私の社員登用については覆ることはないから安心していいとのことでした。むしろ豊さんに絡まれていることで店長は私に同情的でしたね。店長の方からも注意をしてくれるとのことなので、あとは店長に任せようと思いました。
そのつもりだったんですけどね。豊さんの方から何度もメッセージが届くんです。店長まで抱き込んだなんてうまくやるじゃないか。まだそんなことを言ってるんですか？店長から注意があったはずですよね。確かにあったけど、お前から言われただけだろ。普段は注意なんてしない人が今回に限って注意してくるなんておかしいと思ったんだよ。私が何か言ったわけではありません。店長が自分から豊さんに注意をしてくれると言ったんです。だから私は店長に任せただけですけど。そこまでして社員になりたいのかね。マジであっさましいなお前。あっさましいって言うなら豊さんでしょ。自分が不合格で私が採用になったのがそんなに悔しいんですか？俺がお前なんかを羨ましがるはずないだろ。だから悔しいなんて感情もない。社員登用試験の合否が出てからじゃないですか。豊さんが私に突っかかってくるのは。私は自分なりに努力をしました。だから結果がついてきたんだと思っています。どんな方向に努力をしたのやら。豊さんが言ってることって、店長や他の社員さんをバカにしてるんだって気づいてますか？本当にそう思ってるなら豊さんが自分で店長に聞けばいいじゃないですか。私にしか言わないところを見ると、自分でもそんなことはないって思ってる証拠でしょ。いい加減に私に絡むのはやめてください。はっきり言って不愉快です。その言葉は豊さんにとって不快だったのでしょうね。翌日のバイトから私に対して目に見える嫌がらせをしてくるようになりました。例えば配膳をしている時にわざとぶつかって皿を割らせてくるなど、感化できないことまでするようになったのです。その結果、豊さんは店長から呼び出しを受けて、他の系列店に移動するか辞めるかを決めてくれと言っていました。当然豊さんが納得するはずもなく抗議をしていましたが、他の社員さんたちもわざとぶつかるところなどを見ていたこともあって、豊さんの主張は通りませんでした。バイトで他の系列店に移動なんてあまり聞かないので、長く勤めているからこその恩情とも言えるでしょう。その恩情が豊さんに通じているかどうかは分かりませんけどね。激高しているところを見ると、きっと店長の恩情も分かっていないのでしょう。結局豊さんは辞めていきました。その後ブラブラとしているところを目撃されることが多く、詐欺行為などで逮捕されたと話を聞きました。どうやら高齢者を狙った詐欺行為をしたらしく、すぐにバレて逮捕されたそうです。本当にあの人は何をやってるんだかと呆れてしまいました。他の社員さんや店長も呆れていましたね。でもこれでしばらく豊さんと会わずに済むというのは内心ほっとしています。正直感情のままに何をしてくるかわからない状態にまでなっていましたからね。店の近くをうろついていたこともあって、正直怖い思いをしました。これからは社員として採用してくれた店に報いるためにもしっかり働いていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。